なんかお姉ちゃんたちが会議してる。何を会議してんの？今日の夕飯。今日の夕飯。夕飯？なるほど。そうやな。冷蔵庫ちょっと何もないな。この日は残り物のおかずが全くありません。しかし、あ、これあるやん。ちょっとカメラさん見て。え、この横からゆみちゃん何？でもじゃがいも。あ、これもじゃがいも。じゃがいも、玉ねぎ、玉ねぎ、かぼちゃ、かぼちゃ、きゅうり、きゅうり。橋本家の子供たちは農作業を体験するための地域の畑で野菜を一から育てています。ほら、大きな方、ほら、ほら、お母さんにあげる。お母さんにこうで。収穫のこの時期になると野菜だけはただでふんだんにあるんです。もう俺ほらこういうの見たらカレーしか思い浮かへん。カレー、こんだって何する？カレー、カレーにする。今夜のメニューはカレーに決定。足りないものを買い出しに来たのは行きつけの業務用スーパー。いくら持ってきた？3000円です。3000円。お母さん持ったやつね。はい。橋本家の食費は1日3000円。その範囲内で買い物を済ませないといけません。まず買うのはお肉。行こう。500g 500円ほどの豚肉を2パック。さあ、何カレーにする？そしてカレールーは？おお、業務用や。いつもこれじゃ甘口だろ。こっちも安いんじゃん。これだけ？出ないね。1個でいける？1個？ 1 個でいけるやん。いや、でも、これ50皿分やから。相当食って。これは大丈夫やな。大丈夫。これ1回でも1個使ってまうんやろ。1回で。すっごい業務用やで。次何？何？次？うん。シーフード。シーフード。え、結構贅沢なカレーになるで。肉入ってシーフード。実はシーフードはお父さんの大好物。気づいたのは子供幹部で一番若い中1のナナミちゃん。冷静で観察眼の鋭い女の子。お、何買うた今？これも業務用よ。シーフードミックス。なるほど。さらに福神漬けと人参も買って、お値段は？おー、やっぱりギリギリやんか。2534円。一方、おうち。おや、中二のめぐみちゃん、ご飯が炊かれていないことに気づいたようです。今日何号？10。あげて。かわいいな。お、聞いて。何？ナスが大泣きしてる。なんで泣いた？やんちゃ坊主のマスミくん、ホウセイさんがいなくて寂しくて泣いたよ。すっかり懐いています。さあ、晩ご飯作り。いつもはお父さんと一緒ですが、今日は子供たちだけ。子供幹部に混じってお手伝いしているのは小学4年生のひとみちゃん。来年子ども幹部になるため、最近お手伝いの練習を始めました。はい、これどいて。あ、その時にガムめっちゃ食ったら大丈夫だね。ガム取ってきた。あ、やばいやばい、無理無理やばい。めっちゃ痛い、やばい。めっちゃ痛いで、やばい。高校1年生のみなみちゃんは、ゆみちゃんが家を出れば子ども幹部のリーダーになります。今はゆみちゃんの良き相談役として橋本家を支えています。なんか、すげえ。でもおいしそう。
いやちょっと待って、これ味見せなあかんのちゃうか。あの具がな、汁より多かったんや最初。ずっとだで、なんかいつの間にこんなのうん、美味しいです。ほんま、ただドロドロだだけで。ほんま、ちょっとごめん。あ、うまい。うん、大丈夫。その頃、今ではこちらは6歳のこのみちゃん、とっても元気なおてんば娘。やめてな、お父さん。もうやめなさい。入れるな、これは使ったやつ。いつもつまみ食いしてお母さんに怒られています。そして久々にゆっくりできたお父さんとお母さんが帰ってきました。わあ、ただいま。わあ、すごい。何しとった？どうぞどうぞ、もう上がってください。それでは15人全員が揃ったところで、じゃあお父さんお願いします。はい、じゃあいただきます。いただきます。もうじゃがいもがすごいちゃんとできてるやん。ちゃんとシーフード入ってるし、ねえ、すごい。シーフードを考えたのすごい。シーフードがお父さん好きやからって言って、ナナミがシーフードすげえ買いました。どう知ってるの？晩御飯が終わったところで、宝生さんがお母さんに話したいことがあるようです。いろんなことを聞きまして、うん、でもちょっとその中でもね、めぐみちゃんがもうこう怒られてうってなったりとか、でもそういう怒ってはいます？うん、確かに。だとしたら、まあ子だくさんで大家族で育ててきて、私は大家族で育ったから、子だくさんで育ったから、そんなんは教えてもらってないとか、世間には通用しないよ言うて、だからまあ私もちょっともううるさくどうしても言えて。自分の中ではこう納得してる？この後お母さんがめぐみちゃんの思いを知ることに。あちらに宝生さんに呼び出されたお母さん。めぐみちゃんがもうこう怒られてうってなったりとか、でもそういう怒ってはいます？うん、確かに。大家族だからこそ子供たちに厳しくしているというお母さん。ここで一番よく怒られるというめぐみちゃんの思いを聞いてもらうことに。お母さんに怒られて自分の中ではこう納得してる？うん、本当のことだから。めぐちゃん、お母さんには感謝してる？うん、まあ陰で支えてくれてるから。怒られている自分が悪い、お母さんに感謝している、そんなめぐみちゃんの気持ちを聞いたお母さん。怒るつもりはないんですけど、一番関わってるから、一番手伝ってくれてるんですメグが。なんだかんだ言うて私の近くで、一番手伝ってくれるからこそ一番怒ってしまう。しかし何かを感じている様子のお母さん。そして夜、お別れの時間です。みんな可愛くて本当に素直で、なんか今日働こうと、すごく働こうと思ってきたんですけど、働く間もなくお姉ちゃん頑張ってくれました。ですか、うん、
また来ます。ほんまだね。またすぐ来ます。本当ですか？また。嬉しい。またな、はい。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう、ゆみちゃん。ありがとう。どうもありがとう。ありがとうございました。じゃあね。ありがとう。バイバイ。ありがとう。はい。ほんと一つ思ったんは、もうみんなめっちゃ英語やったわ。なんか全然すれてないし、やっぱりなんかこう人のことを考えられる子に育ってんな。その頃お家では、いや、ま、完璧とは言いませんけど、カレー作って一応ご飯炊いてないかなと思ってたんだ。炊いてなかったもいいやってね、言ってたもんね。メグが炊いただ。さすが。いや、影なりをするのはメグなの。メグ。すごい。久しぶりにお母さんに褒められて、ハニカムめぐみちゃんでした。この後、月天放生が橋本家のパパになる？放生さんが橋本家を訪ねた時、こんな一コマが。これ、手ぬぐい、うん、手ぬぐい。いつも持ってるね、パパ。パパ。